ダーケータクトおすすめ錬金のお時間です。おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容は新ドラクエ2イベントナンバリングが追加されまして、装備4種追加されましたので、おすすめ錬金効果考察やっていきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ゴリラくんたち、なかなかホームに置くとやんちゃな感じになっております。ミッションについては、集まれハーゴン神殿、こちらにはローレシアの剣50回とヒババンゴクロウ50回と2つだけになっております。稲妻の剣と力の盾に関してはこちらミッションないので、無理して錬金する必要はありません。こちらミッションもローレシアの剣とヒババンゴクロウ2つしか100回ずつ錬金の書取れるやつね、ないので、こちらだけ獲得してください。それでは行きましょう。まず1つ目、こちらヒババンゴクロウ A ランクの爪となっておりまして、制限はなし。入手場所はオーザル軍団のイベントクエストで集めることができます。基礎効果素早さプラス 17MP9、 特殊効果魔獣系耐技力 4% ということで、 A ランク装備に関しては簡潔にいきたいと思います。重要度は星 3.0 としておきます。100回だけやってください。抽選一覧も省くんですけども、おすすめ錬金としましてはモンキースパーク威力3つ盛り、こちら狙ってください。 A ランクの装備でも耐技威力とか息威力に関しては十分 S ランクに匹敵するダメージが出ますので、しっかり色味よく持っていただくと使えるところは出てくると思います。モンキースパーク威力をおすすめする理由としましては、耐技技は A ランク装備でも威力がしっかり乗るから。あと魔獣系耐技威力を選ばない理由に関しては、 S ランク装備の方がこちらは漏れてしまう。攻撃は×、賢さも×、素早さに関しても S ランク装備の方が HP プラス素早さで上位互換の装備があるという感じになっております。大義で相とかけていただきますと、こちら邪神の腕砲とか HP も上がって素早さが漏れる装備となっておりまして、よく使うこちらキック一文字ですね、こちらも HP と素早さが漏れる装備となっております。あともう一つですね、こちら錬金の書使って錬金石使わないと錬金できないんですけども、ジャガークロウ貝っていうのが誰でも手に入れることができまして、こちらだと抜群でね火力が漏れたりします。モンキースパークはデイン属性の大義となっておりますので、貫突すると3回まで追撃も出ます。射程1から3で、そう考えるとこちらを大義抜群で持っていただくと、ヒババンゴの火力一番上げれるかなと思いますので、火力盛りたい方はこちらで抜群盛り狙ってみてください。まあ、素早さもね86盛れるので、素早さ盛り狙ってる方もいるかもしれません。まあ A ランクを使う方はという感じです。なのでこちらに関しては100回だけ錬金していただいて、まあいい色味が揃えば使えるかなという感じです。トーストが出ましたね。賢さいらないですね。錬金石 A 使ってもらってもいいと思うんですけど、今回2種しか第1弾ないので、 A ランクは交換所で手に入れていただいて錬金してみてください。では続きまして、こちら力の盾 A ランクの盾防具となっております。入手場所は難関ロンダルキアへの洞窟を突破せよ、ベリーハードをクリアすると獲得することができます。注意点としましては、こちら錬金石交換所でもドロップでも集めることできないので、錬金する場合は盾の錬金石 A を使っていただくしかないです。ゴールドもなくて錬金石もない方は錬金しなくてもいいと思います。重要度は星4ぐらい一応つけておきますが、まあ、100回ミッションもないので素材と相談してやってみてください。一応おすすめ錬金をご紹介しますと、メラ属性耐技耐性、こちらできるだけ持っていただくといいのかなと思います。新規の方は HP 盛りでも全然使えないことはないんですけども、メラ耐技の理由としましては、他メラ耐性の装備がだいたい呪文耐性とかが多いんですね。多分メラ耐技耐性の防具を持ってる方かなり少ないというかほぼいないと思いますので、まあ、使うところも少ないんですけれども、唯一ピンポイントで使えるかなというのは指揮者の神殿のローレットステージの物理耐技ステージ、そちらで黒竜丸、スライムタール、
レッドスコーピオンがメラ大義使ってきますので、そこでワンチャン使えるかなという感じです。ボスのローレットに関しては物理とブレスしか使ってこないので使えないんですけども、必要な方は錬金してみてください。回復特技回復力を盾で持ったところでマックス 8% かな、これは他の装備でいいかなという感じなので、虹で3つ揃った方はそれでもいいんですけども、 1% とかはまあいらないかなと思います。私もこれは必要になれば錬金しようかなと思っております。では続きましてこちら、ローレシアの剣、 S ランクの剣となっておりまして、制限はなし、入手場所はオーザル軍団で集めることができます。新 SP ローレシア王子の専用効果がある装備なんですけれども、こちらも今回そんなに尖った感じはないので、簡単におすすめ錬金を紹介しますと、戦う光の剣威力、こちら3つ盛り以外ないかなと思いました。戦う光の剣っていうのはローレシア王子の特技で、ダメージ軽減無視の無属性物理ダメージなんですけども、まあ必中はなくて、一応こちらだったら2回攻撃が発動しますので、威力を持ってあげるとしっかりダメージ出していけるのかなと思います。まあ理由としましてはこれしかないから、攻撃素早さ HP 持っても中途半端、基礎値も普通の剣、ハカブサの剣を選ばないのは、ハカブサの剣に関しては必殺技なので S ランク特技ですが3ターン目にしか打てない、さらに2回攻撃が出ないという形なので、光の剣の方がよっぽど使い道あるかなと思います。ローレシア王子を未所持の方、あと新規の方は最悪 HP 盛りなりステータスのハイブリッドなり適当に作ってみてください。重要度は星 4.0 ぐらいで、錬金の書も使わなくていいです。ミッションの分の100回だけやってください。あんまり使い道ないかなと思います。まあ、後にローレシア王子が手に入った時にワンチャン光の剣で使おうかなというぐらいでしょうか。はい、こんな感じで錬金してみてください。それでは最後ですね、こちら稲妻の剣、 S ランクの剣となっておりまして、制限はなし、入手場所はロンダルキアの勲章交換所で勲章6枚集めると交換することができます。ちょっとねミッション難しいんですけれども、なんとか6枚手に入れていただいて装備だけ取ってください。基礎効果は HP プラス55、攻撃力プラス25、特殊効果が英雄系物理力 5% となっております。抽選一覧は全部で33ありまして、銅の効果を抜くと錬金レベル2にすると24、5種という感じです。二次効果に英雄系物理力 12% の最大 17% が3つ、英雄系バギ属性威力プラス 15% が3つ、英雄系攻撃力がプラス33の最大58が6つ、英雄系限定で HP がプラス81、243の最大298、6つ、素早さがプラス54、6つとなっております。こちらに関しては私のおすすめ錬金は HP 盛りでいいかなと思いました。プラス妥協ライン280以上出れば十分かなと思います。 HP 盛りいらない方は素早さとかハイブリッドでもいいと思うんですけれども、理由としましては英雄系物理とかバギ属性威力に威力盛りに振っても弱いからです。ステータス盛りの方がよっぽど使いやすいと思います。類似装備としまして、こちら剣でソートかけていきますと、私で言うとちょっと狙いの錬金ができてないんですけども、こちら勇者の剣が HP45 の攻撃 30、 HP10 低くて攻撃力が5高くて特殊効果が4タイプ 5% 乗るんですけれども、こちらは攻撃力盛りを私は一応狙ってるんですが、全く剣の錬金石がねなくて、こういうハイブリッドに適当になってるんですけども、意外とこれが闘技場とかで使えたりします。実際に使ってます。そしてもう一個ロトの剣、こちらは HP が55の攻撃25、稲妻の剣と同じで特殊効果が4タイプ乗る。こっちに関しては攻撃がロトの剣より5低いので HP が高い、メリットを伸ばすのに HP 盛りがいいかなと、私も狙おうかなと思って錬金をねかなりしてるんですけども、もうすぐ700連に到達しそうな感じです。こちらは HP 盛りで狙おうかなと思っております。これも意外と使えるんですけどね。そしてもう一個ですね、天空の剣、この3つね持ってない方、新規の方は持ってないと思うんですけども、これも55の25で
有形物理 5% ということで、稲妻の剣と同じです。これソロの装備なんですけども、英雄系メラ属性物理力必殺しかないんで、英雄系は。アリーナ以外使うことがないので、天空の剣撃もよく外すということで、私これを HP 盛りでね、揃ってる方はそれでいいんですけども、素早さ盛りで私、ちょっと作り直して使っております。英雄系とかね、限定もないので、これかなり使いやすいです。HP でもいいという感じで類似装備がありますので、今回の稲妻の剣に関しては、錬金素材もね、ありませんし、錬金の書も錬金するんであれば2枚使うしかない装備となっておりますので、まあ無理にステータス盛る装備が必要ないかなという方は無理に錬金しなくていいかなと思います。重要度は星 4.2 ぐらいにしときましょう。ローレシャの王子のねバギ呪文に関してもあれ攻撃力以上の呪文なので、バギ属性力をプラス 5% で、まあ、13% ぐらい漏れたとしても特殊効果の物理力が乗らないし、攻撃も25しかないので、結局勇者の剣シーンを使った方がダメージ出るという感じになります。なのでこの装備を無理して作る必要もないかなということで、ゴールドももったいないので今回は4種ありますが節約してください。無理に作る必要はないと思います。ということでいかがだったでしょうか。ゴールドがね本当にキャラの育成だけでも大変だし、錬金やりすぎるとすぐにゴールドなくなってしまいますので、早くゴールドキャンペーン来てほしいんですけども、今回はそんないい装備なかったのでそれなりでミッション分だけやって OK だと思います。ご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。